はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は視聴者の皆さんが期待する2024年以降のリリースが予定されている最新ゲームを紹介していきます。この動画は11月にコミュニティで募集したあなたが期待する面白そうな2024年以降発売予定の Steam 作品でコメントいただいた全員の意見をピックアップし紹介していきます。当募集企画にコメントいただいた視聴者の皆様、本当にありがとうございました。複数教えてくださった方の全作品はピックアップできませんでしたが、コメントしてくださった全ての方の作品をピックアップしております。私の知らなかった作品が非常に多く、新たな発見とともにとても勉強になりましたし、この動画を見られた方も普段私が紹介しないような作品がピックアップされているので、参考になるかと思います。協力してくださった皆様、改めてありがとうございました。これで来年もギリ生きていけそうです。今回紹介する作品の記載情報の発売日、対応言語、体験版の有無などは現在時点での情報となり、今後変更となる可能性があることはご了承ください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは発売日の早い順から見ていきましょう。まずはじめに、パルワールド。モンスター育成をメインにした何でもできる系オープンワールド。クラフトピアで知られるポケットペアの最新作となる本作は、不思議な生き物パルが暮らす世界を舞台にしたモンスター育成オープンワールド RPG。プレイヤーは多種多様なパルが生息する世界で拠点を築き、農業や工場を営みながらも、パルと出会い、捕まえたり、戦わせて育てたり、パルたちと協力しながらこの広大な世界を思うがままに冒険することになります。またこの世界では禁止されているパルの売買や食料としての密猟者なども存在し、プレイヤー自身が密猟者となることもでき、ちょっとブラックな要素もあるようです。リリース時にはそれぞれ固有の特技を持った100種類以上のパルが登場、さらに最大8人までのマルチプレイに対応しており、協力して冒険や作業を効率的に進めるようなプレイができるほか、パルを交換したりバトルをしたり、パルやアイテムを略奪するような要素もあるとのこと。パルワールドは2024年1月リリース予定、日本語対応の作品です。迷宮校舎スクールラビリンス。日本の学校を舞台にした一人称視点のサバイバルホラー。蒸し暑いある夏の夜、肝試しに夜の学校へと忍び込んだ子供たちは校舎に閉じ込められてしまいます。迷宮のような構造に変わってしまった校内、廊下に反響する不気味な足音、そして不穏な気配。見慣れているはずの校舎は闇に包まれ、普段とは全く違った様相を呈していました。この校舎から脱出する唯一の方法は、どこかにある非常口を見つけること。ゲームは最大4人の仲間と協力して、非常口を探し脱出を目指すサバイバルホラー。迷宮と化した校内は、プレイするたびにランダムで変化し、アイテムや非常口の位置も予測不能に変化。果たして子供たちは昼間とは全く違う夜の校舎から脱出できるのでしょうか。迷宮校舎スクールラビリンスは2024年1月リリース予定、日本語対応の作品です。バニッシャーズゴーストオブニューエデン。恋人同士のゴーストハンターを描く物語重視のアクションアドベンチャー。本作はライフイズストレンジシリーズを手掛けたドントノットの作品で、物語性にかなり重点が置かれているとのこと。舞台は1695年、聖者とさまよる魂が混在する北アメリカニューエデン。主人公となるアンティア・ドゥアルテとレッド・マック・レイスは恋人同士でありながらも、ゴーストハンターバニッシャーズでもある2人の物語が描かれます。この世にとどまる幽霊や化け物の脅威からこの地に住む人々を守ると誓った2人でしたが、最後となるはずだった任務でアンティアが重傷を負い、彼らが憎むべき亡霊の一人となってしまいます。本作においてプレイヤーは本来敵同士である聖者と死者、そして深い愛情でつながり合う2人の複雑な物語が描かれ、亡霊となってしまった恋人をバニッシャーの誓いを守り退治するのか、それとも愛する者を連れ戻すため聖者を犠牲にするのか、プレイヤーの決断や選択がストーリーに大きな変化をもたらすことになるようです。ゲームではアンティアとレッドを自由に切り替えることができ、戦闘では銃や近接攻撃を行うレッドと強力な魔法攻撃を繰り出すアンティア、お互いにサポートし合いながら戦っていくことになるようです。
ストーリーテーリングに定評があるドントノットならではの物語が描かれていそうで楽しみです。バニッシャーズゴーストオブニューエデンは2024年2月14日リリース予定日本語未対応作品です。クラウンウォーズ・ザ・ブラック・プリンス。100年戦争をテーマに描かれる単性ストラテジー。本作はヨーロッパにおいて1339年から1459年まで続いた100年戦争をテーマに、プレイヤーは名門貴族の家に生まれた家長となって、仲間を集めながら腐敗した権力者や謎のカルト教団など紛争を利用し私腹を肥やす巨悪に立ち向かう物語が描かれます。ゲームは王位継承や領土争いといった紛争が絶え間なく続く世界で、プレイヤーは自らの領地を支配し、兵士を集め訓練し、敵との戦いに備えていく領地管理とマス目移動のターン制での戦闘でゲームは展開していくようです。またターン制のシミュレーション要素だけでなく、領地管理や外交といった要素もあるようで、個人的には光栄の信長や三国志のような感じのゲームだったらいいなと思います。クラウンウォーズ・ザ・ブラック・プリンスは2024年3月7日リリース予定日本語対応の作品です。バックパックバトルズ。荷物整理をテーマとした対戦型オートバトラー。下調べがてらに体験版をプレイしたら見事にはまり、時間を溶かしてしまいました。ゲームはデッキ構築型のローグライクに荷物整理を取り入れた対戦型オートバトラー。プレイヤーはゲーム開始時と毎回の戦闘後に現れるショップでランダム提示されるアイテムを一緒選択しながら、デッキであるバックパックを強化していくことになります。本作の最大の特徴は荷物整理。それぞれのアイテムには独自の効果があり、配置やアイテムの方向などを適切に整理整頓することでアイテム同士は相乗効果を発揮し、アイテムの能力は大きく変化。あれこれ頭を悩ませながら全てのアイテムの能力を最大限に発揮できるように、賢く整理することでキャラクターがより強くなります。ショップではアイテムだけではなくバックパック拡張枠も販売されており、これによってより多くのアイテムを詰め込むことができ複雑さが増していきます。さらには特定のアイテムを隣り合わせにしておくと、バトル終了後に合成合体して新たなアイテムになったり、武器や防具に宝石をはめ込むなど様々な要素が詰め込まれています。体験版も日本語で遊べ、通常対戦のほかランクマッチが用意されています。ランダムで提示されるアイテムの配置に毎回頭を悩ませながらも、うまく整理できた時の無双感は格別です。バックパックバトルズは2024年4月リリース予定日本語対応の作品です。100英雄伝。名作 RPG 幻想水滸伝シリーズの新たな英雄譚を描く精神的続編 RPG。 物語の舞台は人、獣人、エルフといった様々な種族、そして多くの価値観、多彩な文化を持つ国が集まるオールラーン大陸。その一地方から始まる物語が描かれます。オールラーン大陸はそれぞれの国々が神秘的な力を秘めた魔導レンズをめぐり戦乱の世に突入。魔導レンズの研究でその力を引き出す技術を習得したガルディア帝国は、さらなる魔導レンズを求め探索を行っていた。そんな中、主人公の一人ノアは諸国連合の警備隊に入隊し、帝国と共同でレンズ捜索の任務に就くが、そこで一方の主人公、帝国の若き士官セイ・ケースリングと出会い、目的の原初のレンズを発見するが、やがて帝国と諸国連合の戦乱に巻き込まれていくことになります。物語の主人公はノア、セイ・ケースリング、そしてレンズの力を扱えるガーディアンの少女メイサ。彼らは戦争という大きな激動の歴史の中で様々な英雄と出会い、100人以上のプレイ可能なキャラクターたちを仲間に加え、それぞれの正義と真実を見つけ出していくことになります。ゲームは独特な世界観と奥深い物語で描かれ、 3D 背景のフィールドを 2D ドットのキャラクターが駆け回る探索要素と、最大6人で挑むランダムエンカウントの単性コマンドバトルなど、クラシック RPG の懐かしい要素と現代的な要素の両方を楽しむことができます。また本作に登場する100人以上の英雄全てに音声がつくことが発表されており、一人の声優がたくさんの役を演じる金役があまりないように収録しているため、100人以上の声優が出演しているとのことです。100英雄伝は2024年4月24日リリース予定日本語対応の作品です。マナーロード。中世を舞台にした街づくりシミュレーション。
本作は14世紀末のフランケン地方の芸術と建築に影響を受け、美しいグラフィックで描かれた中世ヨーロッパ風の街並みが立ち並ぶ様子を楽しむことができる作品です。プレイヤーは初演の漁師となって村を賑やかな都市に発展させ、資源と生産ラインを管理し、自身の土地を拡大していくことになります。住宅地、商業区域、工業地帯を設定して農場を作り、動物の生息する場所には狩猟小屋を配置し、木材を確保するため伐採場を建て、領民の生活基盤を整えていきます。本作の開発はたった一人で行われているとのことですが、とにかくゲームの作り込みが素晴らしく、グリッド線に縛られない街づくりはより本物らしく、より自由に中世の街をデザインすることができ、プレイヤーは作った村を領主自身となって歩き回れたり、建物を建てている時の建築工程が非常に細かく、グラフィックのみならずそういったところにもこだわりを感じさせてくれています。また街づくり要素だけではなく、領地運営や近隣の荘園領主との戦闘が発生し、大規模な舞台ベースでのリアルタイムバトルも展開するようです。マナーロードは2024年4月26日リリース予定、日本語対応の作品です。ゴッドスウォーン、北欧神話上の英雄となって異教徒と戦うストラテジー。北方十字軍時代を舞台に、プレイヤーは大天使ミカエル、月の神メレス、女神サウレといった神話上の英雄となって異教の軍団との戦いに挑みます。神話上の英雄たちはそれぞれに固有の能力のほか、勢力独自のユニットや建物を建築することができ、プレイヤーは敬虔な信者たちに指示を出し、資源を集め建物を建築して都市を構築、そして来るべき戦いに備え、人間や神話上の生物といったユニットを生産し、神の軍を編成していきます。ゲームは都市建築と戦闘をメインにしたリアルタイムストラテジー。リソースを管理しながらも戦闘ユニットを生産して出撃させ、マップ上に存在する敵対勢力の施設を攻め落とし、領土を拡大させリーダーユニットを打倒を目指します。本作協力プレイでのキャンペーンも実装される予定とのことです。ゴッドスウォームは2024年第一四半期リリース予定、日本語未対応の作品です。サンドウォーカーズ、崩壊した世界を復興するファンタジーローグライク RPG。 物語の舞台は人ではない部族が暮らす世界ウワンドゥ。この世界は巨大隕石の落下によって崩壊、大地は砂と化し、酸性雨の砂嵐、熱波といった異常気象、そして獰猛なクリーチャーや盗賊集団が跋扈する不毛の地と化してしまった。プレイヤーは全ての部族が共存できる場所を作り、争いのない平和な世界を再興するため、母なる大樹ウママを復活させる方法を探してキャラバンを率いてファウチと呼ばれる不毛の地を探索していくことになります。ゲームは異なるジョブやスキルを持つ最大4人のメンバーで構成されたキャラバン隊を率いて、他の部族との外交や交易関係を築きながらも、モンスターや盗賊が支配している土地を探索、開拓し、各地に避難所となる都市樹を植え、冒険を進めていきます。本作はローグライク要素を組み込んだ単性の戦闘が展開。キャラバンのメンバーは死んでしまうとロスト、予備人員の訓練をしたり、新たな仲間を雇ったりして次の冒険に備えるほか、旅を通して得た経験や知識は旅の記憶を通して次のキャラバンへ引き継ぐことが可能。先発隊の屍を乗り越え、崩壊した世界を復興するファンタジーローグライク RPG。 サンドウォーカーズは2024年第一四半期リリース予定、日本語対応の作品です。ディープロックギャラクティックサバイバー、名作ドワーフコープシューターディープロックギャラクティックのスピンオフ作品。本作は協力プレイに焦点を当てたドワーフ採掘 FPS ディープロックギャラクティックをバーサバライクなオートシューターにしたスピンオフ作品となり、今作はシングルプレイの作品となるようです。ゲームは惑星ホックスの洞窟を舞台に、プレイヤーはブラックな採掘会社に勤めるドワーフ社員となって、エイリアンの大群と戦いながらも洞窟を探索し、貴重な資源を採掘することが目的になります。攻撃は自動で行われ、ランダムで提示されるアップグレードを取得しながらビルドを構築していくバンサバライクな作品。企業からのミッションを達成することで、より危険なミッションに挑戦できるようになり、高難易度ミッションに繰り返し挑み、戦利品を収集してキャラクターを成長させていくローグライク要素が本作の醍醐味。4人のプレイアブルキャラクター、30以上の武器やパーク、アーティファクト、アップグレードなどアンロック要素も多そうです。ディープロックギャラクティックサバイバーは2024年第一四半期リリース予定、日本語未対応の作品です。ス
ストーカー2ハートオブチェルノブイリ。チェルノブイリ原発を舞台にしたオープンワールドサバイバル FPS。 シリーズ第4作目であり、2009年のコールオブプリピチャ以来約15年ぶりの新作となり、非常に期待されていた本作ですが、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻の影響を受けながらも開発が進められ、現在のところ2024年第一四半期リリースとされています。人気シリーズというだけではなく、戦時下でなお諦めずに開発が続けられている歴史的にも大きな意味を持つ作品になるのではないでしょうか。ゲームは2006年に2回目の爆発事故を起こしたチェルノブイリ原発の周辺に広がるゾーンと呼ばれる立ち入り禁止地帯を舞台にした一人称視点のオープンワールドサバイバル。ゾーン内部では突然変異したミュータントやアノーマリと呼ばれる超常現象が発生し、絶えず派閥抗争が起きている危険地帯。プレイヤーは一攫千金を求め、危険地帯ゾーンに存在する計り知れない価値を持ったアーティファクトを狙うストーカーとなって、ゾーンの奥深くへと進み、この世界にまつわる謎を解き明かしていくことになります。多種多様な敵との戦闘や昼夜のサイクルと天候の変化、空腹、睡眠、放射能汚染などのサバイバル要素、さまざまな分岐で描くストーリーはマルチエンディングで複数に存在。ゲームエンジンにはアンリアルエンジン5が使用されており、美しく広大なオープンワールドを背景とした一人称視点のサバイバルアクションを楽しむことができそうです。またリリース後にはアップデートでマルチプレイにも対応する予定とのこと。ストーカー2ハートオブチェルノブイリは2024年第一四半期リリース予定、日本語対応の作品です。ロードオブザリベンジ。ラスボスとなって世界を支配する様々な要素を組み合わせた単性 RPG。 繊細なピクセルドットで描かれた本作は、暗い闇に覆われた時代にのみ真の勇者が現れると言い伝えられている荒廃した世界で、プレイヤーはその勇者ではなくラスボスとなって世界を荒廃に導いていくことになります。ゲームはジグを強化するマネージメント要素と単性で進行するコマンドバトルで展開。マネージメントパートでは戦闘ミッションや非戦闘ミッションで新たなキャラクターやアビリティなどを獲得しながら自軍を強化し、規定ターン経過後に訪れる占領ミッションのクリアを目指していく流れになるようです。戦闘はコマンド入力式のパーティーバトルにカードアビリティを使って戦っていく戦闘システム。マネージメントパートで獲得したそれぞれに固有の能力を持つユニットを編成し、アビリティカードをうまく活用して勝利を目指していきます。味方ユニットにはレベルがあり、戦闘で経験を積むことで成長しますが、倒されると消滅してしまうので注意が必要。ローグライクではないようですが、ゲームを進めることで新たなアップグレードやユニットがアンロックされる要素もあるみたいです。ロードオブザリベンジは2024年第一四半期リリース予定、日本語対応の作品です。ミキと猫の島、猫オデッセイ。猫の写真を集めて楽しむカジュアルなアドベンチャー。 3D 背景と 2D ドットのキャラクターに温かみを感じる本作。物語の舞台は至る所に猫が生息している猫島。プレイヤーはこの島で暮らす主人公ミキとなって、大好きな猫の写真をスマホに収め SNS に投稿。そしていいねをたくさんもらってフォロワーを増やせば、フォロワーからいろんな猫の情報や新しい撮影技術を共有してもらえることがあるみたいです。また猫の写真を撮るだけではなく、信頼関係を築かないと写真を撮らせてくれない猫ちゃんがいたり、猫の写真を撮っているうちに街に隠された謎に気づいてしまったりといったアドベンチャー要素も気になるところ。本作は焼肉シミュレーターを手掛けたシークレットキャラクターの作品ですが、作風をガラッと変えてきましたね。ミキと猫の島、猫オデッセイは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。アンフォロー。現代社会に潜む闇に焦点を当てた一人称視点のホラーアドベンチャー。本作はいじめやそれに伴う恐怖症、社会問題や SNS が精神衛生に与える影響など、現代社会における問題をテーマにした作品です。制作は日本を拠点に活動するイタリア人、ミラノ出身のモデルで俳優でミュージシャンでもあるセバスチアノ・セラフィニ氏が制作。めっちゃ男前でした。そして本作では海外で有名なインフルエンサーが多数出演していることでも話題となったみたいです。私はあの首のお化けが強烈に印象に残りました。ゲームは一人称視点のホラーアドベンチャー。主人公のアンが見知らぬ家で目を覚ますところから始まり、脱出するために探索を行っていくことになるようです。今年の10月に配信された最新の体験版では、主人公の脱出劇がライブ配信され、視聴者のコメントが画面にポップアップするといったユニークなゲームプレイを楽しむことができるようです。
また、ゲームが行き詰まって視聴者の反応が悪くなるとフォローが解除され、フォロワーがゼロになると最初からやり直しというゲームシステムになっているとのこと。アンフォローは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。ワイルドランズ。自然の力が支配する世界に立ち向かうオープンワールドサバイバル。本作は大自然の広がる14種類ものバイオームが存在する巨大な島を舞台に、アクション、アドベンチャー、RPG といった様々な要素を融合させた多彩なアクティビティを楽しめるオープンワールドサバイバルです。一人称視点で展開する本作は、資源の収集、戦闘、建物建築、作物の栽培を行い、自給自足を実現させ、自らの文明を築き上げていくのが目的のようです。ゲームでは65種類以上の野生生物が登場し、彼らは敵対するだけではなく、飼いならすことで戦闘はもちろん、アイテムの運搬や移動手段として活躍してくれるとのことですが、鳥を飼いならせば空も飛べるのでしょうかね。また本作マルチプレイに対応しており、フレンドと共に文明を築いていくこともでき、捕食者の頂点に位置するワールドボスに挑むといった要素もあるようです。ワイルドランズは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。エデンスキマータ。 UI やゲームデザインすらも変化する SF ミステリーアドベンチャー。本作はニーディーガール、オーバードーズなどで知られるワイソーシリアス、そして幻想スカイドリフト、終わる世界と君と僕を手掛けた日本のデベロッパー、イルカラボのエイキ氏が携わり、シナリオは推理小説家のマイドバーン氏が書き下ろし、何度も解き直せるミステリーをコンセプトに、ゲームでしかできない謎解き体験を楽しめるものになっているとのことです。物語の舞台は閉ざされた研究所の一室。そこには博士と呼ばれる首のない死体が横たわっており、記憶をなくし自分が何者かもわからないプレイヤーは、この部屋で目を覚まし、殺人の容疑者となってしまったヒロインイブと共にこの事件の真相を解き明かしていくことになるようです。ゲームはどうも独自なシステムなようで、詳細は明らかにされていませんが、従来のポイント&クリックで進行するものの、新たな真実が明らかになるために UI そのものが変化し、ゲームの前提が変化していく新感覚のアドベンチャーになっているとのことで、個人的にかなり興味を惹かれる作品です。エデンスキマータは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。ネオベルリン2087。サイバーパンクな未来のドイツ、ベルリンを舞台にしたアクション RPG。 物語の舞台は2087年。テクノロジーの進化によって富裕層と貧困層が分断された都市ネオベルリン。荒野にそびえる都市は光り輝き、街を覆う壁は高く、外界と遮断され、技術の進歩とサイバー化によって富裕層は街を支配し、それとは対照に貧しい人々は壁の外のスラムで残された食料と希望を求め懸命に暮らしているディストピアな世界。そんな世界でプレイヤーは刑事ノーランとなって、この都市で起きた警察署長の惨殺事件、そして行方不明になった署長の娘ナタリの調査を進めていく中で、やがて複雑な社会の背後にある陰謀と対峙していくこととなり、正義、友情、愛、そして犠牲と裏切りをテーマとした奥深い物語が描かれるようです。ゲームはアンリアルエンジン5で描かれる美しいグラフィックが特徴で、一人称視点と三人称視点を切り替えてプレイすることも可能。プレイヤーであるノーランは他人の心をハッキングして行動の動機を読み取る能力を持っており、この能力を使って事件を解決する手がかりを見つけていくゲーム展開になるようです。また戦闘アクションも激しそうで、キャラクターの能力や武器を好みのプレイスタイルに合わせてカスタマイズし、シューティング、ステルス、RPG 的なアプローチなど様々なプレイスタイルを楽しめ、壁の外に広がる危険な荒野の探索やプレイヤーの選択によって物語に変化する要素などが盛り込まれているとのこと。未来のサイバーパンクディストピアを舞台にしたアクションアドベンチャー、ネオベルリン2087は2024年リリース予定、日本語未対応の作品です。ケープス。悪に支配された街を取り戻すスーパーヒーローストラテジー。本作の舞台は20年前に起きたスーパーヴィランとの戦いに敗れ、悪に支配されたディストピア。スーパーパワーを持つ者たちは犯罪者とみなされ、街は混沌に陥った。プレイヤーは悪の暴君によって支配された街を取り戻すため戦いに挑みます。ゲームはスーパーヒーローたちの壮絶な戦いを描いた単性ストラテジー。各ヒーローは独自のパワーとアビリティを持ち、
スキルポイントを駆使してヒーローを強化し、新たなアビリティやアップグレードなどチームの組み合わせやヒーローの育成がポイントになるようです。またメインストーリーだけではなく豊富なサイドクエストも用意されており、これらのサイドクエストでは新しいヒーローのアンロックや彼らのバックストーリーを知ることが可能。チームの組み合わせやヒーローの育成、そして戦略的なバトルが組み合わさったスーパーヒーローストラテジー。ケープスは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。リフトオブザネクロダンサー。名作リズムアクションゲームクリプトオブザネクロダンサーのスピンオフ作品です。本作はローグライクとリズムゲームが融合した新感覚リズムアクションクリプトオブザネクロダンサーの続編ではなくスピンオフとのことで、前作の主人公ケイデンスが現代社会を舞台に大量のモンスターが出現するリフトと呼ばれる次元の裂け目の修復を目指す物語が描かれます。ゲームは前作のようなリズムに合わせてダンジョンを移動していくシステムではなく、エバーフットのように縦画面から流れてくる敵をリズムに合わせて攻撃するシステムになるようです。またゲームモードも通常のリフトモードに加え、ミニゲーム、ボスバトルのほか、モッドサポートやオンラインランキングにも対応する予定とのことです。リフトオブザネクロダンサーは2024年リリース予定、日本語未対応の作品です。ザ・プリシンクト。犯罪と汚職が蔓延する80年代ポリスアドベンチャー。本作は80年代のポリス映画にインスパイアされた作品とのことですが、個人的には海外ドラマサードウォッチを彷彿とさせ非常に気になる作品です。ゲームは80年代の犯罪と汚職がはびこるアメリカの警察をテーマにしたネオンノワールアクションサンドボックスポリスゲームとのこと。舞台は1983年のアビルノシティ。プレイヤーはポリスアカデミーを卒業したばかりの新人警官ニック・コーデル・ジュニアとなって、駐車違反から銀行強盗、カーチェイスや麻薬取引といった次々に発生する犯罪に立ち向かいながらも、父で殉職した警官の死の真相に迫っていくことになります。常に変化し続けるアビルノシティの犯罪は自動生成され、犯罪を取り締まる中で様々な判断が求められ、プレイヤーの判断がゲームの進行に影響を与えていくことになるようです。また本作では世界観や時代背景だけではなく、スラム街から金融街まで多彩なロケーションが再現され、80年代のアメリカを感じることができそうです。ザ・プリシンクトは2024年リリース予定、日本語未対応の作品です。ブラックスミスマスター。中世の鍛冶屋経営シミュレーション。本作は中世の酒場を切り盛りするターバンマスターを手掛けたアンタイトルドスタジオの作品となり、今作では同じ中世の酒場から鍛冶屋に舞台を移した経営シミュレーションです。プレイヤーは小さな町の一角に工房を構える鍛冶屋となって、鉱石の採掘から精錬加工、商品の製造、そして販売に至るまであらゆる業務を管理しながら店舗を経営拡大していくことになります。また鍛冶屋の仕事は鉄を打つだけではなく、資金を得るための店舗経営も重要な要素。商品の陳列、接客、販売、店のデザインにおいては製造と販売に必要なスペースを確保しながらも飾り付けを行い、店の評判を上げ経営を成功に導くことが求められます。それだけの仕事を一人でこなすのは大変なので、工夫や職人を雇って仕事を任せることが可能。彼らのための休憩所を作り増員するなど、労働環境や人材の管理も重要な要素。また鍛冶職人の育成も可能で、各々の得意分野を生かしたスペシャリストやバランス型の職人などを育てる育成要素も楽しめます。ブラックスミスマスターは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。プロジェクトヘブン。未来都市で傭兵部隊を率いる単性ストラテジー。未来都市のディストピアヘブンシティを舞台に、プレイヤーはこの都市で生き残るため傭兵集団スティールドラゴンズを指揮して、ギャング、ライバルの傭兵、腐敗した政府軍などさまざまな敵と熾烈な戦いを繰り広げていくことになります。ゲームはマス目のないタイプの単性シミュレーション。ストーリー主導のキャンペーンが展開され、プレイヤーは部隊の編成と管理を行い、さまざまな相手と戦いながら経験を積み、仲間たちのレベルアップやスキルを獲得してメンバーを強化しながらストーリーを進めていくことになります。また戦闘では環境オブジェクトや地形を利用した移動や攻撃のほか、発射体のモジュラーダメージ機能やステルスの活用、状況に応じたさまざまな弾薬の管理など戦略性も高いようです。
特徴的なのが、敵に攻撃する際は3人称視点となって直接射撃ができるフリーエイミングシステムを採用しており、臨場感あふれる戦闘が楽しめそうです。プロジェクトヘイブンは2024年リリース予定、日本語未対応の作品です。アロフト。浮遊する島々が大空に広がるオープンワールドクラフトサバイバル。大空に浮かぶ島々でのサバイバル、そして探索とクラフトが魅力的に組み合わさり、プレイヤーは風に乗り浮かぶ島々を渡り歩きながら未知の世界への冒険に挑むことになります。ゲームはソロまたは最大8人でのマルチプレイを楽しむことができ、本作非常に興味を惹かれる大空を舞台にした世界観だけではなく、ユニークなアイデアが盛り込まれており、グラインダーを使った空中探索、水を得るために流れる雲を利用したり、風車を建設して風の力を利用することで自動化された環境を構築したり、さらには浮島に帆を立てると船のように移動することも可能とのことです。また浮島の中には菌類の感染が広がり、凶暴なキノコのモンスターが生息する島も存在し、そうしたモンスターとの戦いや菌類それぞれに対応する除去技術を開発して、浮島を開放することで新たな作物や資源、家畜となる動物を入手できるようになるとのことです。いや、この作品もロマンがあって面白そうですね。なんとなくソロ版のラフトといったイメージもしなくもないですよね。アロフトは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。メナス。辺境の惑星の秩序を取り戻す SF タクティカル RPG。 中世の単性タクティカル RPG バトルブラザーズを手掛けたオーバーハイブスタジオの作品です。物語の舞台は銀河の中心コアワールドから遠く離れた無法地帯ウェイバック星系。この星系では犯罪者をはじめ宇宙海賊や怪しげな企業が支配しており、プレイヤーはバラバラだった地元住民を団結させ、部隊を編成して秩序を取り戻すための戦いに挑むことになります。ゲームでは様々な惑星から依頼されるミッションが押し寄せる中、どの惑星に対応しどのようなリソースを投入しいつ交戦するかはプレイヤー次第。人員や物資は現地調達、隊員は傭兵や犯罪者をリクルートし、武器や装備は地元の闇商人から仕入れたり、敵の装備を奪いミッションの成功に導いていきます。また作中では様々な派閥が登場するようで、物語を進める中で複数のミッションへと分岐し、プレイヤーの決断は星系全体に影響を与え、選択によっては同盟を結んだり敵対したり、それぞれの派閥との関係性によってメリットデメリットを得ることになるようです。さらには武器商人や造船工と関係性を築くことで装備や船のアップグレードが可能。物語においてもキャラクター重視になっているようで、それぞれのキャラクターには名前が割り振られ、個々にバックストーリーが設定されており、プレイヤーは指揮官として彼らと交流することで評価や士気に影響を与え、戦場内外でのパフォーマンスが左右されていくとのこと。ランダム生成されたマルチミッションとバトルマップ、豊富なキャラクター、そして数えきれないほどの装備のカスタマイズにより、プレイするたびに異なる展開を楽しめる SF タクティカル RPG。 メナスは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。ホライゾンフォービドゥンウェストコンプリートエディション。退化した文明と未来世界をテーマにしたオープンワールドアクション。2022年に PS 独占タイトルとしてリリースされた作品が完全版となって Steam に登場します。前作ホライゾンゼロドーンではかつて存在していた人類文明が崩壊した1000年後が描かれ、この世界では電子機器を失い、世界には動物の姿を模した機械生命体が歩き回り、人類の生活は狩猟や採取といった原始レベルまで文明が退化。そんな世界で異端者として扱われてきたアーロイが機械の獣がはびこる大地と自分の運命に立ち向かっていくという物語が描かれました。本作ではその半年後を舞台に、主人公アーロイが大地を侵食する謎の腐敗現象の原因を突き止めるために禁じられたアメリカ西部へと旅立つ新たな冒険が描かれ、新しい部族との出会いや恐ろしい機械獣たちと対峙していくことになります。ゲームの舞台となるフォービドゥンウエスト禁じられた西部は謎に包まれた広大なフロンティアで、現在のユタ州から太平洋沿岸部にかけてのエリアを冒険していくことになり、プレイヤーは美しい景観と未知なる機械獣がバックする危険な大地を探索しながら腐敗の謎を調査していきます。本作では新たな武器やスキルなどのほか、高所から安全に降下できるシールドウィングや水中を自由に泳ぎ回れる潜水マスクなど多数の新要素が追加されており、
幅広い戦術と武器の強化によってプレイヤーの好みに合わせたカスタマイズが可能。また完全版となる本作ではゲーム本編とその物語の続きを描いた拡張コンテンツ、灼熱の海辺をはじめフォトモード用オプションやカージャ族の装備セットなど、ストーリーの進行によってゲーム内で解除されるアイテムが収録されているとのこと。ホライズン・フォービドゥン・ウエストコンプリートエディションは2024年リリース予定日本語対応の作品です。リトルキティ・ビッグシティ、黒猫ちゃんが街を探索するオープンワールドアドベンチャー。本作は窓辺で寝ぼけてしまい、マンションの上からうっかり地上へと転落してしまった子猫が主人公のアドベンチャーです。プレイヤーは子猫となって街を自由に探索しながら家に帰る手がかりを見つけていくことになります。街の中では様々な出会いがあったり、他の動物たちと交流したりと、好奇心旺盛な子猫には刺激がいっぱい。まっすぐ家に帰ることなく、街を思うがままに探索し遊び回ります。作中では猫特有の行動や振る舞いを忠実に再現しており、猫ならではの無邪気で可愛らしい行動が見ていて癒されます。また街のエリアを探索する中で様々な帽子アイテムを集めたり、簡単なクエストをこなすことができ、お気に入りの帽子をかぶせて子猫を可愛くカスタマイズすることも可能。思わず笑顔がこぼれる楽しさと猫ならではの魅力がたくさん詰まったカジュアルなアドベンチャー、リトルキティビッグシティは2024年リリース予定日本語対応の作品です。ニバリス、ネオンきらめく大都市ニバリスを舞台にしたライフシミュレーション。本作はブロックベースで作られたサイバーパンクな街が印象的な未来都市配達人アドベンチャークラウドパンクのスピンオフ作品です。プレイヤーはこの街で屋台、ラーメン屋、売店などを経営し、最終的にはバーやレストラン、ナイトクラブの経営に乗り出し、夜の街を支配する存在となっていくといった作品です。作中では街の中を歩いている人にも話しかけられる人が存在し、彼らにはパラメータがあり、話しかけたりクエストをクリアすることでパラメータが変わり、恋愛したり敵対したり関係性を作り上げていくことができるとのこと。また本作は他の生活シミュレーションと少し違い、ストーリーを主軸にした展開でエンディングが存在。プレイヤーはエンディングに向かってゲームを進めながらもラーメン屋を経営したり農業や魚釣りをしたりもできるので、ある程度は半永久的に遊べるタイトルになっているとのこと。本作は何といってもボクセルアートで描かれる未来都市が印象的です。きらびやかなニバリスを独特の美しさで描き出し、期待を感じさせるものになっています。まだ具体的なゲームの全貌が見れるのはこれからとなり、かなりユニークな作品となりそうなので続報に期待したいです。ニバリスは2024年リリース予定日本語対応の作品です。ザ・ファースト・ディセンデント、基本無料で遊べる予定のマルチプレイ TPS シューター。本作は最大4人までの協力プレイが可能な SF シューター。プレイヤーは未知の力を受け継いだ継承者となってイングリス大陸を侵略者から守る任務を任されます。この防衛任務を繰り返すうちに、プレイヤーは継承者という存在に隠された真実に近づいていくことになるとのこと。キャラクターは最大3つの銃器と4つの補助武器、様々な補助攻撃手段を装備でき、グラップリングフックを用いた自由な移動と連携アクションを駆使して未知の侵略者や巨大なボスとの戦闘を繰り広げていくことになります。銃とスキルの組み合わせやグラップリングフックの使い方、弾薬や回復アイテムを回収するタイミングなど、戦場で生き残るためには戦略が重要とのこと。本作の醍醐味となるのが、敵を倒してアイテムを回収し自身を強化する要素。敵を倒すことで銃のほか、プレイヤーの能力をアップする様々な装備品が獲得でき、その種類は非常に多く、同じ継承者であってもプレイヤーごとに全く違う個性豊かなスタイルを楽しめるとのこと。アンリアルエンジン5の美麗なビジュアルで SF 世界を描くネクソンの新作 TPS アクション、ザ・ファースト・ディセンデントは2024年リリース予定日本語対応の作品です。モンスターハンターワイルズ、カプコンが手掛ける大人気ハンティングアクション最新作。全世界でのシリーズ累計販売本数が9500万本を誇るシリーズの最新作モンスターハンターワイルズが、ザ・ゲームアワード2023にて2025年リリース予定と発表されました。ゲームは様々なフィールドで狩りを楽しめるハンティングアクション。プレイヤーはハンターとなって村や町で依頼を受け、
特定のモンスターの討伐、捕獲、撃退やアイテムの運搬、採取などさまざまなクエストに挑むことになります。時には身の丈よりも巨大な武器を振り回し、時には小回りの効く武器で狩猟対象を翻弄しながらも巨大な飛竜をはじめとするモンスターを狩り、クエストを達成し、手に入れたアイテムで装備を強化して再び狩りへと出発するといったゲーム内容になっております。公開された映像ではハンターと思われる人物がナウシカのオーブみたいなモンスターの群れの中をチョコボみたいなものに騎乗し荒野を駆け抜ける姿、そしてジャンプして滑空をしている姿が映し出されました。詳しい情報やゲーム内容は明かされていませんが、続報は2024年夏頃を予定しているとのことです。モンスターハンターワイルズは2025年リリース予定、日本語対応の作品です。ルイナ廃都物語、地下遺跡を冒険するゲームブック風 RPG。 Steam のストアページはまだありませんが、本作は2008年にフリーゲームとして公開された同作のリメイク作品となり、制作者監修のもとストーリーの追加、ビジュアル面の強化、UI や操作性を含むシステム改善が施されているとのこと。私もかなり昔に遊びましたが、中世とファンタジーが融合したゲームデザインが好印象でしたが、結構難易度高かった記憶があります。そんな本作ですが、物語の舞台は中世ヨーロッパ風のファンタジー世界にある小さな町ホルム。プレイヤーはホルムの町に住む少年または少女となって、この世界に広がる神秘的で危険な遺跡を探索していくことになります。ゲームはポイント&クリックのアドベンチャーゲームのように進行。ホルムの町には様々な施設があり、冒険者坂はひばり亭で仲間を集い、町の近くの地下遺跡に足を踏み入れていくことになります。ゲームブックのようなテキストベースでの冒険と選択、そして謎解きが組み合わさり、プレイヤーを魅力的な世界へと引き込むファンタジー RPG。 現在もフリーゲームで提供されているので、気になる方は遊んでみてください。ルイナ廃都物語は Steam で発売予定、日本語対応の作品です。ロード・オブ・ニセラ。本作はファイアーエムブレムやファイナルファンタジータクティクス、そしてダンジョンズ&ドラゴンズにインスパイアされたファンタジーテイストで展開する単性シミュレーション。プレイヤーは個性豊かな仲間たちを集め、舞台を編成し、ターンベースの戦闘で物語を進めていく古き良き時代のシミュレーションが体験できる作品です。戦闘は武器や魔法だけではなく、外交やステルスなど様々な手段を組み合わせて柔軟に進めることができ、個性豊かな物語を秘めたキャラクターは30人以上が登場し、そして50以上のクラスが存在。また空中戦ユニットのために独自のエリアが用意されていたり、魔法は地形を変える力を持っていたりと、従来のシミュレーションシステムを進化させた多彩な戦術を駆使して戦闘を有利に進めることができます。物語は多彩な種族が住む世界で展開され、数々の謎に満ちており、プレイヤーは選択によって物語を進めていく中で、使える漁師によって戦争の行方が左右され、キャラクターごとのストーリーを進めていくことでロマンスが生まれたりする要素もあるとのこと。クラシックな名作シミュレーションの要素を取り入れながらも、新たな戦略的要素と物語の展開に焦点を当てたファンタジーシミュレーション。ロード・オブ・ニセラは近日登場予定、日本語未対応の作品です。地球防衛軍6。地球防衛軍シリーズのナンバリングタイトル6作目。本作は2022年8月に PS5、PS4 でリリースされている作品で、日本国内で39万本のセールスを記録。ゲームは地球防衛軍の一員として、視界を埋め尽くす巨大な虫や異星人、怪獣を相手に奮闘するミッションがボリュームたっぷりに収録されており、協力プレイでフレンドと一緒にミッションを楽しめます。物語は前作地球防衛軍5から続いており、3年が経過した西暦2027年、異星人の襲来により人口の9割が失われ、荒廃した地球で主人公は地球防衛軍の復興を目指し、過酷で孤独な戦いが繰り広げられていきます。プレイヤーはミッションごとにレンジャー、ウィングダイバー、エアレイダー、フェンサー、それぞれ特徴の異なる4つの陛下から1つを選び出撃。ミッション内では陛下の耐久力を向上させるアーマーや新たな装備が入手できることもあり、繰り返しミッションをクリアして陛下を強化しつつ、より難易度の高いミッションに挑んでいくことになります。本作ではシリーズ史上最高のミッション数と武器や兵器を収録しており、ミッションでは最大4人までのオンライン協力プレイを楽しめます。地球防衛軍6は近日登場予定、日本語対応の作品です。
シンデュアリティエコーオブエイダ、人と AI のすれ違いをテーマにした TPS シューター。本作はメディアミックス作品として2023年5月に放映されたアニメシンデュアリティノワールの20年前の世界を楽しむことができる TPS タイトルです。本作の舞台は西暦2099年に青い猛毒の雨ブルーシストが降り注いで世界の人口が 92% を喪失した世界。人類は地上を捨て地下に都市国家アメイジアを建設し暮らしていたが、2222年、そのアメイジアが原因不明の事故で一夜にして崩壊してしまいます。プレイヤーは地上にある栄養鉱石をはじめとした様々な物資を集めて生計を立てているドリフターとなって、相棒のメイガスと呼ばれるヒューマノイドと共に二足歩行メカクレイドルコフィンに乗って危険な地上での探索を行っていくことになります。ゲームのメインモードはフィールドから資源を持ち帰ることを主な目的とした PVPVE となっており、フィールド探索中にはエンダーズと呼ばれるエネミーや盗賊集団、他のプレイヤーからの襲撃などがあり、二足歩行メカは稼働時間が限界を迎えるか、ヒットポイントが尽きると集めた物資はもちろん機体や武器を全て失ってしまうため、どのタイミングで脱出するのかプレイヤーの判断も重要となるようです。イメージとしては物語性のある脱出 TPS シューターといった感じでしょうか。シンデュアリティエコーオブエイダは近日登場予定日本語対応の作品です。リプレイスド、 SF レトロフューチャーなサイバーパンクアクション。舞台は現実とは異なる世界線上にある1980年代のアメリカ。核爆発により街は荒廃し、全ての市民や資産、経済活動が巨大企業フェニックスコーポレーションに支配され、ディストピアとなった世界。プレイヤーは自らの意思に反して人間の肉体に閉じ込められた AI、リーチとなって、ディストピアフェニックスティの隠された謎を解明しながらも、人間らしさとはどのようなことかを模索していく物語が描かれます。 3D 空間に 2D で描かれた 2.5D のグラフィックは緻密で美しく、武器を巧みに操り敵と戦うバトルシーンはスムーズな描写で描かれ、シネマティックな演出がストーリーをより一層盛り上げてくれそうです。サイバーパンクな雰囲気と美しく緻密なグラフィック、そして謎めいた物語が魅力のアクションアドベンチャー、リプレイスドは近日登場予定日本語対応の作品です。テストドライブアンリミテッドソーラークラウン。大都市香港を舞台にしたオープンワールドレースゲーム。本作は1987年から続くレーシングゲームテストドライブシリーズとなり、2011年にリリースされたテストドライブアンリミテッド2から約12年ぶりとなるシリーズ最新作。息を呑むような大都会香港を舞台に、高層ビルや金融街、ネオンサインが輝くストリート、広がる砂浜、貿易港ヨットハーバー、そしてそれらをつなぐ高速道路など、多彩な環境がリアルスケールで再現されたオープンワールドレースゲーム。プレイヤーはシャープスとストリーツと呼ばれる2つの派閥に所属し、派閥内でのランクを競いながらも、香港で最も影響力を持つ大企業レディアントが主催するソーラークラウンという大会での優勝を目指すことになります。オープンワールドで作られた香港は、自然に恵まれた山々から発展した市街地まで様々な環境が1対1スケールで再現されており、実際の香港をドライブしている没入感を味わえるとのこと。また収録車種にはランボルギーニやフェラーリなど多数の実在メーカーの高級車が登場するほか、レース以外にもカジノやナイトクラブなど島を満喫できるアクティビティが用意されているとのことです。テストドライブアンリミテッドソーラークラウンは近日登場予定日本語対応の作品です。サイレントヒル2、現代の最新技術で蘇るサイコロジカルホラー。2001年にリリースされ、シリーズの中でも最高傑作と名高いサイレントヒル2が20年以上の時を経てリメイクとして蘇ります。開発はレイヤーズオブフィアやザ・ミディアムを手掛けたブルーバーチームが担当。主人公となるのは3年前に死んだはずの妻メアリーから手紙を受け取ったジェイムス。手紙には思い出のあの場所であなたを待っていると綴られており、彼は妻との思い出の街サイレントヒルを訪れるが、街は深い霧に包まれ、おぞましいクリーチャーが徘徊するゴーストタウンと化していた。ジェームスはこの街で亡き妻から送られてきた手紙の真相を探りながらも、己の犯した罪に向き合うことになる物語が描かれます。開発されているリメイク版では原作の物語やシステムを踏襲しつつも、
アンリアルエンジン5によって生まれ変わったリアルなグラフィックに加え、ワイズサウンドエンジンを駆使した音の表現、SSD ストレージ技術によりロード時間が大幅に短縮されているとのことです。新要素としては三人称視点を採用し、ジェームスの肩越しに眺めるような没入感を体験することができ、このカメラ視点の一新に伴い、戦闘システムをはじめとした様々な要素が再構築され、さらにはモーションキャプチャーによって登場人物の表情などを含め、ハイクオリティなアニメーション表現を実現し、さらなる没入感でのプレイ体験を楽しめるとのことです。サイレントヒル2は近日登場予定、日本語対応の作品です。ウィザード・オブ・レジェンド2、高難易度スタイリッシュ魔法ローグライクアクションの続編。本作は2018年にリリースされた高評価アクション、ウィザード・オブ・レジェンドの続編。前作の開発を手掛けたコンティンジェント99は別のプロジェクトに取り組んでいるため、本作の開発はチルドレン・オブ・モルタを手掛けたデッド・メイジが担当しているとのこと。本作は前作よりも大幅な進化を遂げており、ドット絵の 2D グラフィックは鮮やかな 3D ビジュアルに刷新され、最大2人だったマルチプレイは最大4人に対応し、ハイペースなマルチプレイを楽しめます。ゲームプレイの詳細についてはまだ明かされてはいないものの、ラノーバ王国魔法評議会の最高位に位置する魔術師ヒエロニムスによって作り出された試練に立ち向かっていくことになるようです。前作と同様に見下ろし視点のダンジョン探索する中で、次々に現れる敵や巨大なボスとのハイペースなバトルが展開され、本作では新しい魔法に加え属性要素が加わり、さらなる可能性と自由度で魔法を組み合わせていくことができそうです。ウィザード・オブ・レジェンド2は発表予定、日本語対応の作品です。ウィザード・オブ・レジェンド。ディープロック・ギャラクティック・ローグ・コア、ドワーフ採掘協力 FPS のスピンオフ作品。本作は2020年5月にリリースされ、大ヒットしたディープロック・ギャラクティックのスピンオフ作品となり、最大4人の仲間と連携して挑む一人称視点のダンジョン探索にローグライク要素を組み込み、自動生成された複数のステージを戦いながら、最も深く最も危険な採掘現場を目指します。物語の舞台は信じられないほどの価値と実用性を備えた新しい鉱物エクスペナイトが発見された惑星ホックス4。宇宙探索会社ディープロック・ギャラクティックはこの貴重な物質を採取するため採掘を開始しますが、突如として全ての採掘現場が暗闇に包まれ連絡が途絶えてしまう。プレイヤーはエリートドワーフリクレイマーズの一員となって惑星ホックス4に向かい、事件の解明に挑むことになります。ゲームはソロまたは最大4人の仲間と協力して、自動生成される複数のステージで様々な敵と戦い、発掘現場の最深部を目指していきます。各ステージでは武器や装備の回収ができ、さらに希少鉱物エクスペナイトを手に入れて回収ドローンに投入することでアップグレードを獲得可能。またローグライクとなる本作では宇宙船に帰還することで高級的なアビリティをアンロックしていくやり込み要素が醍醐味となっています。ディープロックギャラクティックローグコア、発表予定、日本語未対応の作品です。スターウォーズアウトローズ、映画スターウォーズをテーマとしたオープンワールドアクションアドベンチャー。本作はマッシブエンターテインメントとルーカスフィルムゲームズ監修のもと、オリジナルストーリーが描かれ、販売は UBI ソフトとなり、スチームでのリリースは不明、販売されてもかなり先になりそうです。ゲームはスターウォーズエピソード5帝国の逆襲とスターウォーズエピソード6ジェダイの帰還の間の時間軸で展開。プレイヤーはジェダイやフォースを持つ人物ではなく、自由を求めるアウトロー、ケイ・ベスとなって、相棒のニックスと共に銀河系で犯罪組織と戦いながら、悪党として成り上がりを目指す物語が描かれるようです。本作は銀河系中を自由に探索できる広大なオープンワールドと、そしてオリジナルのストーリーが組み合わさったゲーム性が大きな魅力。開発者の方は、現時点で訪問可能な惑星数は未定ながらも、探索可能な惑星の大きさは、アサシンクリードオデッセイで例えるなら2つか3つ分になるかもしれないとコメントしています。プレイヤーは惑星を探索し、きらびやかな都市や荒野をホバーバイクで駆け抜けたり、宇宙船では敵を追跡、回避、そして攻撃する激しいドッグファイトが繰り広げられたりと、スリルのあるゲームプレイが楽しめそうです。スターウォーズアウトローズは発売予定の作品です。紅の砂漠、黒い砂漠の開発が送るオープンワールドアクション。
本作は人気 MMO 黒い砂漠を手掛けたパール・アビスの作品です。物語の舞台は中世ファンタジー世界ファイュエル大陸。本作ではこの大陸を統一したデメニス王が病床につき、統一君主としての力が衰え、これを機に各勢力はそれぞれの方法で独立を企み、生存をかけて争うようになった世界。プレイヤーは主人公マクダフとなって大陸上を渡り歩き、傭兵団を統率し、自らも一人の戦士として成長しながら、小さな傭兵団を率いて世界へ立ち向かう物語が描かれます。ゲームグラフィックは自社で開発された次世代ゲームエンジンブラックスペースエンジンを用いて、リアルで美しい世界が描かれ、武器や体術を駆使した多彩なアクションはもちろん、建物や環境オブジェクトを利用した戦略的で自由度の高い戦闘が繰り広げられ、さらには1対1だけではなく1対複数での戦闘では、様々な連携技で敵を投げ払うことも可能。武器の選択や環境オブジェクトの活用、空中飛行や高い壁を越えるアクションなど、多彩な要素を組み合わせての戦闘が楽しめるようです。ゲームトレーラーでは戦闘だけではなく、村での依頼、荷馬車の強奪、気球に乗って空を飛んだり、そこから飛び降りるシーンなども収められており、どんな冒険が繰り広げられるのか楽しみです。本作は前作の人気 MMO 黒い砂漠とは少し違い、 MMO ではなくマルチプレイができるオープンワールドアクションアドベンチャーとなっており、ゲームではマクダフを主人公としたシングルプレイとカスタムキャラクターを作成してのマルチプレイの両方を楽しめる作品になるとのこと。紅の砂漠は発売予定の作品です。はい、今回は視聴者の皆さんが厳選した2024年以降のリリースが予定されている期待の新作を紹介しました。気になる作品はあったでしょうか？いやー、来年以降も面白そうな作品がたくさんありますね。ほとんど知らなかったゲームなので、すごい新鮮で勉強になりました。協力してくださった皆様、本当にありがとうございました。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様、明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。